県内では今年熊の目撃情報が相次いでいますが、金沢市内では昨日60代の男性が熊に襲われ怪我をしました。今年に入ってから県内で熊に人が襲われたのは初めてです。金沢市によりますと、昨日午後2時ごろ金沢市の夕日寺県民自然園の近くでトレッキングをしていた金沢市に住む60代の男性が熊に襲われました。 男性は頭に怪我をしましたが、自力で車を運転して病院に行き、命に別状はないということです。また、昨夜7時半ごろにはおよそ1キロを離れた金沢市三能町の住宅地近くでも、体長1メートルほどのクマ1頭が目撃されていて、関係機関が警戒を強めています。 県内では、今年特に5月以降、金沢市や小松市、宝田市密床などで目撃情報が相次ぎ、去年の同じ時期よりはやや少ないものの、今月1日時点で130件に上っています。県では、万一熊に遭遇した際は、刺激せずにゆっくりと後ずさりすることや、集落に熊を寄せ付けないため、生ごみなどを屋外に放置しないよう呼びかけています。